watercolor paintings, sunset beer. はい、皆さんこんにちは。さて、今日のオープニングはいかがでしたでしょうか。毎度ジョークを交えて考えています。一つお伝えしたいことは、あの缶ビールの名前は夕日ビールと私が勝手につけております。私が考えたパロディでございます。お気づきにならなかった方は少し戻ってみてやっていただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。さて、今回はナンバー42、2021年度日本水彩への出品作についてです。去年は残念ながらコロナのため中止となっております。今年は開催される予定です。ちなみに日本水彩の過去には戦争間際と戦後すぐの2回中止になっているそうです。今度はウイルス対策での中止と世の中いろいろなことが起きます。さて、去年中止となってしまいましたので2年越しの絵となってしまいました。もう去年の2月には書いてましたからね。 F85 縦作品であります。今回はこの作品で受けました2つの批評会での批評を皆さんにお伝えしたいと思います。最初は3月29日にありました中部研究会であります。実は私今病気療養中でありまして、残念ながら研究会には出席できませんでした。参加をするのを諦めておりましたけれども、今の時代ですね、リモートでの出席が許されたのです。本当にありがたいことでした。今の時代に感謝します。また今回の批評をいただいた先生には本当にありがたいことでした。今の時代に感謝します。また許していただきました先生の皆様、誠にありがとうございました。さて、今回の批評をいただいた先生は日本水彩常務理事の吉田俊博先生です。いろいろ考えて録画などしたつもりでしたけども、あまり良い録画はできませんでした。でも主要な部分の音声を抜き取って一部をお送りしたいと思います。ではどうぞ。ちょっと違和感を感じたのは、はい、下の両サイドにある、はい、茶色系の板なんですね。あ、はい。これ、上のいわゆる魚の剥製との色のバランスを考えたのかなと思ったんです。単純じゃないようにしたかっただけです。ああ、そうですか。少し変化を持たせておきたかっただけです。もしこの色でいくとすれば、はい、ある程度この年輪的なもの、はい、板の節みたいなものが、はい、あった方が落ち着く感じがするし、はい、右側のグリーン系も板ありますね。はい、そんな感じでもよかったのかなと思ってます。じゃあ茶系をグリーン系にの、はい、で年輪と節、ちょっとね、はい、あまりこう周りの色に溶け込めないっていう感じがするんです。あの変化を分かりました。よく伝わります。はい、ね、ですから、あ、これを生かすとすれば、またこれにグレー調の色をかけて、はい、そして木の年輪ですか、はい、のね、マサメのね、はい、そういうをちょっと入れると違和感が少なくなるのかなっていう。あ、そういうことですか。ちょっと飛び抜けていますか今。ちょっと強すぎる。いや、はい。と強すぎるという感じですね。はい。はい。とてもいい雰囲気なものですから。はい。ね、下のあの棚がありますね。棚。はい。棚加減もですね。はい。もう少し直線で箱に出してもいいのかなと思ってます。木箱、木製の箱は、はい、ね、その加減は、はい、構成されてますね、はい、ですから、ところが棚の部分だけがふわーっときてますね。ああ、ちょっとぼかしてるか。それをね、あっという間に突き出した方が、はい、どうしてもこの絵の構成が、はい、いわゆるあの四角い方形の形ですね。板の面にしても箱にしても棚にしても、はい、そういうことであの違和感はないと思います。わかりました。直せます。うん、そんな感じでやっていただければですね、はい、とても意識がありますから、はい、あの上のなんかコップと下の敷物の色のバランスいいですね。はい、ありがとうございます。
ワインの瓶の下の色のバランスと、あの上に皿に乗っているコップですか、これ。ビールジョッキですか。ビールジョッキですね。ビールジョッキですね。よくこれ出て、腕の剣のね、はい、バランスを取れたなというふうな印象を受けました。はい。今回も素晴らしいを出していただきました。ありがとうございます。あ、そうですか。はい。はい。ありがとうございます。わかりました。この健康に気をつけて、はい。はい。ありがとうございます。美術館で、このように拝見させていただきます。はい。はい。ありがとうございます。次は4月19日の名古屋支部研究会の模様なんですけれども、残念ながら録音が入っていませんでした。誠に申し訳ございません。それで私が批評を受けた記憶だけでご紹介したいと思います。批評をくださった先生は名古屋支部会員長谷川光雄先生です。先生がおっしゃったことの要点は2つ。鎖が真ん中に垂れておりますけど、これをしっかり書くこと。また右端のコップ。この影、丸みをつけるための影ですね。この辺をしっかり書くようにということでございました。それではそのあたりの回収記録に入りたいと思います。さあ、すべて終わりまして、他のための荷造りしました。そして、出荷となります。私は自作額縁なので、性能運輸から直接東京の西美堂へ送らせていただきます。最後の結果が出るのは、5月29日のホームページで午後5時頃だそうです。さあ、結果はどうなるんでしょうか。またその時はその時で YouTube でお伝えしたいと思います。では皆さん、バイバイ。